黒川なんで、クロムボンで、どうでしょうか。
物価が前え、あ、そう、あの物価がね、前いかがだっただろうかっていうバンドでクラムもやってらっしゃったんですけど、それで去年の追い出しの時によかったらやりませんかって誘ってもらって、今までやんなかったんだけど、いや、でもできてよかったね。素晴らしいな、考えをね、出てくれたんで、僕もありがたいです。よかったね、楽しかったね。いや、楽しかったよ、私は。なんか、みやちゃんとやったの初めてだったし、スリーピースも初めてだったから、なんか、たまに、あの、こう、ね、なんか3人よりじゃない、逆や、4人より3人の距離近くていいよね。お父ちゃんと聞こえるし楽しかったよ。あとピアノ弾くの久しぶりだしね。ハルフェス以来てか、ちゃんとピアノの楽譜を弾くのが久しぶり。久しぶり、すごい久しぶり。なんかいつもシンセじゃないな、シンセとかのストリングスのところが拾って弾いてたから、そう、ピアノ楽しい。そう、なんかね、別になんか喋ることないな。ムカ喋れないよ。僕が去年1年クラムボンをやっていて、まあやりたいなということで、まあ、声をかけたんですけれども、まあ、あのコミュ障なんで声をかけたはいいんですけど、お酒が抜けると途端にこう声をかけられなくなるっていう病気でしてね。でも僕が酔ってもそんなに変わんないじゃん。でも勇気はちょっとだけね、お酒飲まないと勇気もらえないから、ちょっとまあそういうことで、まあ、こうなったんですけど、まあ、曲決めをみおちゃんが忙しいんで早くしないとっていうことだったんですけど、ずるずると言ってしまって、なんか組めたっていうことで達成感を得てしまった僕が、なかなかぼーっとしていたらあれよあれよという間に、まあ、追い出しが近づいたということで、本当に申し訳ないことをしたなと。ありがとうございます。無茶ぶりにも答えていただき、学校終わってしまってすみませんでした。まあ、めげずにもう一回アタックしてよかったなと。だってね、声かけなきゃね。もうね、最後ぐらいはね、わがまま言わないとって思って いました。ありがとうございます、本当。以上です。あ、はい。喋れない、喋れない。もういいっしょ。いいぞ、こんなんだよ。新鮮なのかしら。なんか、楽しかったんで、思い出になったよ。いや、本当だよ、本当だよ。どうやるんだろうか、ね、じゃあ、1曲目がクラムボンのパンと蜜を召し上がれっていう曲でした。これ私すごいずっと大好きで、もういかがの方にもうやってたんだけど、本当にできてよかったです。はい、で2曲目が離れ離れです。はい、じゃあ
ありがとうございました。黒黒